はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は大注目のカード、藤井聡太竜王対佐藤天彦九段の NHK 杯戦の放送予定が1月15日と決まりましたので、その速報及び藤井竜王の優勝確率見ていきたいと思います。ちなみに藤井竜王は1回戦シード、2回戦で伊藤匠五段戦に勝利して、3回戦に駒を進めております。佐藤天彦九段戦に勝てばベスト8ということになります。ちなみに藤井竜王は今まで朝日杯で優勝3回、アベマ個人戦2連覇、そして JT 杯銀河戦優勝など、早指し実績抜群なんですが、なぜか NHK 杯戦は最高3回戦止まりとなっておりました。今季悲願の優勝なるかどうか注目ですね。なかなか NHK 杯だけここまで勝ち星が集まらないということで、藤井竜王にとっては全棋戦の中で抜群に相性最悪の棋戦となっておりました。ちなみに藤井竜王の優勝確率は現時点で 40% から 45% 程度となっております。プロ相手に4連勝する確率が 40% を超えているっていうのが、いかに藤井竜王が強いかっていうことを物語る数字ですね。プロって言っても本当にここまで来るのトッププロしかいませんから、それでその人たち相手にこの数字は本当にすごいです。ただ、佐藤天彦九段には直近の棋王戦で敗れておりますので、その辺の結果がどう影響してくるかというのも一つ注目でございます。もし天彦九段に勝てれば次は久保九段対中川八段戦の勝者と対局となります。仮に久保九段が来ると、デビューからしばらくは久保九段に負け越しておりましたので、結構嫌な相手が来るのかなという印象でございます。今は、勝ち越しに転じたんですが、その差は僅差ということで、結構久保九段、豊島九段を破ってここまで勝ち上がっておりますので、かなり嫌な相手になるのかなというところですね。果たして久保九段、中川八段、どちらが来るか、この辺も注目でございます。そしてもし、このブロック通過できましたら、次はこの下の左下のブロックの勝者との対戦となります。この中でレーティング的に一番高いのは菅井八段ですが、ただやはり、藤井竜王にとっては天敵深浦九段がおりますので、深浦九段が勝ち上がってくるパターンが一番確率とかを超えて嫌なんじゃないかなと思っております。今のところ藤井深浦戦は深浦九段が3勝1敗と勝ち越しております。機械広志といえども、藤井竜王に5局以上、それで4局以上やって勝ち越しているのが、今のところこの深浦九段と大橋六段の2人しかいないという状況になっておりまして、果たしてこの山から誰が出てくるのか大注目ですね。ちなみに菅井八段もつい先日行われました A 級順位戦で藤井竜王相手に鮮やかに勝っております。結構この山の勝者は藤井竜王にとって嫌な相手になる確率が高いと思われます。もしここで勝って決勝戦に行ければ、次は右の山、佐々木勇気七段か永瀬王座対佐藤康光九段戦の勝者か、広瀬八段か糸谷八段となります。いずれも劣らぬ強豪揃い。糸谷八段は早指しのスペシャリストとして有名でございます。またつい先日竜王戦戦っておりました広瀬八段、この中で一番レーティングが高い永瀬王座、そして若くて勢いがあって早指しも強い佐々木勇気七段、誰が来ても強敵になると思いますが、果たして藤井竜王が初めての優勝なるかどうか注目でございます。ちなみに持ち時間がだいたい10分から20分ぐらいで、切れたら1手30秒っていうほぼ同条件の銀河戦ですとか JT 杯に関しては、優勝やベスト4、そして準優勝や優勝という経験もありながら、 NHK 杯戦だけなぜか最高ベスト8ということで、全棋戦の中で本当にぶっちぎりで、相性の悪い棋戦となってしまっておりますが、そういったところを払拭できるかどうか注目ですね。続きましてこちら新銀河戦見ていきたいと思います。こちら藤井竜対久保九段で決勝3番勝負が行われることが決まりました。藤井竜は1回戦で田中虎彦九段に、田中九段が勝勢の局面でうっかり持ち駒の銀を成銀として盤上に打ち付けてしまうという、致命的というか反則が出てしまいまして、急転直下大逆転で1回戦勝ちますと、2回戦は山根女流2段に勝って、そして3回戦大田九段に勝ち、ここまで決勝に駒を進めてきました。菅井銀河にも勝っておりまして、1回戦で本当に田中九段があの反則がなかったら
長久段が勝っていた可能性かなり高かったと思うんですが、九死に一生を得るという形になりました。そして決勝の相手は1回戦で安光九段、2回戦で里見女流、そして3回戦で糸谷八段で、準決勝で木村九段に勝った久保九段となりました。この藤井亮対久保九段で12月10日から決勝3番勝負が行われております。12月10日の結果ここに書いてしまってもいいんですが、まあ、ちょっと、12月17日の放送で確認してくださいということで、あえてちょっとここでは伏せておきました。でもし1勝1敗になれば第3局、12月24日に行われるという形になります。新銀河戦は非公式戦ではありますが、果たして藤井竜が早指し戦の強さここでも見せつけるのか注目ですね。続きましてこちらになります。両戦1組から6組の全ての組み合わせが決まりましたので見ていきたいと思います。つい先日まで藤井竜対広瀬八段で7番勝負やっていたんですが、早くも第36期の組み合わせ決まりました。まず1組ですね。左上から永瀬王座対森内九段、そして阿部七段対松尾八段、山崎八段対久保九段、羽生九段は1回戦苦手としている天彦九段と当たりました。で右上に行きまして丸山九段対三枚堂七段、最近ちょっと不調ですがここで巻き返しなるか、渡辺名人対稲葉八段、八代七段対木村九段、そして隣七段対広瀬八段となりました。広瀬八段が連続挑戦なるかどうかというところも注目ですが、やはり、永瀬王座ですね。この中で決勝トーナメント出場率抜群に高いので、永瀬王座今期も、決勝行く可能性極めて高いんじゃないかなと思っております。また渡辺名人も順当に行けばもう決勝トーナメント進出候補ナンバーワンぐらい なんですが、ちょっとね最近不調ということで果たして巻き返せるかどうか注目です。また羽生九段にとってはやっぱり初戦が鬼門になりそうですね。初戦勝てば勢いに乗って決勝トーナメント進出十分あると思います。本戦出場枠は5名、果たしてこの中の5名誰になるか注目ですね。続きまして両戦2組、こちらは本戦出場枠2名、準優勝と優勝、この2人が決勝トーナメント進出ということになります。やはり、豊島九段や斉藤八段に注目でしょうか。右下の山、豊島九段対佐々木七段、やはり、豊島九段この中で本命になってくると思います。屋敷九段対藤井猛九段、そして鈴木九段対増田六段、糸谷八段対斉藤慎太郎八段、斉藤慎太郎八段もこの中ではかなり有力になるんじゃないかなというところですが、斉藤七段と豊島九段決勝トーナメントに出れるとしてもどちらか一人となります。準決勝で当たってしまいますので、準優勝か優勝者しか出られませんので、少なくともどちらか一人となるわけですね。果たしてここから誰が本戦に出場するのか注目でございます。左の山は佐藤七段対沢田七段、菅井八段対深浦九段、安光九段対高見七段、及川七段対佐々木勇気七段となっております。ということで続きまして両戦3組見ていきます。こちらは左上から郷田九段対野月八段、ベテラン対決、行方九段対梶浦七段、両戦の申し子梶浦七段、近藤七段対金井六段、飯島八段対千田七段となりました。で右に行きまして富山六段対藤井キラー大橋六段、そして黒沢六段対阿久津八段、西川六段対中村治九段、高橋九段対三浦九段となっております。こちらベテランと若手が混合された非常にこうバランスのいいトーナメント表となっております。やはり個人的に大注目なのは現在藤井キラーとして藤井竜王に4連勝中の大橋六段ですね。また受ける青春中村治九段や高橋九段、ベテラン勢がどこまで勝ち上がれるのか、この辺も大注目でございます。実力レーティング的に見ると千田七段とか、梶浦七段とかその辺が結構、あとやはり、藤井キラーですが実力レーティング的にも非常に高い大橋六段、そのあたりがやっぱり注目なのかなというところですね。続きまして4組見ていきます。こちらちょっとトーナメント表細かくなってしまうんですが、やはりこう佐々木大地七段、順位戦ではちょっとあまり調子が良くないんですが、佐々木大地七段ですね、個人的には大注目で見ております。またやはり谷川十七世名人もここにおりまして、
ですね。谷川十段生命陣は1回戦で北島七段と対局が決まっております。また B 級1組順位戦で絶好調、 A 級初昇級まであと少しとなっております中村太地七段ですね。この辺も立ち上がってくる可能性は極めて高いと思います。予選4組は出場枠1人、優勝者のみが決勝トーナメント進出となりますが、果たして誰が立ち上がってくるのか注目ですね。ということで続きまして予選5組見ていきたいと思います。まあ、ここはやっぱり伊藤匠五段と服部五段が頭一つ抜けている感じがしますが、杉本五段とか息のいい若手もおりますので、まあ、そう簡単にはいかないと思います。順当にいけば、やはり服部五段対伊藤匠五段の決勝戦となる可能性高いと思われますが、畠山八段、井上九段、南九段などベテラン勢がどこまで頑張れるかと、そういったところも注目ですね。ということで続きまして、両戦6組見ていきます。こちらはやはり女流ですとかアマチュアが1回戦から登場してきますので、その方々がどこまで勝ち上がれるのか注目でございます。加藤女流三段対泉八段、そして運命のいたずらか、つい先日編入試験で当たった小山アマ対、今季勝率1位の徳田四段、再びここで再戦となりました。本当にちょっとこの抽選はびっくりですね。2人とも6組の優勝候補といっても過言ではないんですが、まさか1回戦から当たることになりました。いや、これはちょっと1回戦から大注目でございます。まあ、徳田四段が編入試験の借りを返すのか、小山アマが徳田四段に連勝するのか注目でございます。で、右に行きまして、水谷アマ対斉藤四段、四段成り立ての斉藤四段が果たして白星飾れるのかどうか注目です。また伊藤女流名人は初志七段と対戦となりました。この辺も注目ですね。ということで続きまして、こちら、6組ちょっとかなり人数多いので B ブロックということでやらせていただきました。古賀四段対山本六段、やはり古賀四段も実力者ですので、十分優勝する可能性あると思います。また、上野三段対、伏子さんですかね、伏子アマで、西山女流二冠対岡部四段、岡部四段といえば里見女流五冠のプロ編入を阻止した一人として有名ですが、果たして女流の二強の一角西山女流二冠が里見女流五冠に代わってリベンジになるかどうか、その辺も注目でございます。で、鈴木山対杉本四段、そして里見女流五冠は脇九段と対局ということになりました。脇システムの創始者、非常に強い先生ですが、まして女流やアマチュアの方々がどこまで勝ち上がってくるのか、また古賀四段ですとか優勝候補が、徳田四段とか小賀四段とか優勝候補が、勝ち上がってくることができるのかどうか、その辺も注目でございます。果たして藤井竜王の挑戦者一体誰になるでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。